マッシュルーム粒がすごくね、見えてくるようになるんです。こんな感じで最初より。はい、どうもー、料理の兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今日はですね、僕の大好きなですね、マッシュルームスープ、お家にあるもんだけで作っていきたいと思います。はい、じゃあですね、材料紹介いってみたいと思います。真っ白なマッシュルームです。豆乳です。バターと玉ねぎ、これで作っていきます。まずですね、この真っ白なマッシュルームを下処理していきます。今回はまあホワイトマッシュでやってるんですけど、ブラウンマッシュでもいいんですけど、黒く汚れてるんですね。で、これは、あんまり食べたくないので、落としていきます。この軸の部分を、捨てちゃう方いらっしゃるんですけど、これめっちゃうまいので、残しておきます。黒いとこだけ切るんですよ。玉ねぎの方も、切っていきます。こんな感じでね、ざく切りで、ざく切り。まあ、適当に切っちゃえば大丈夫です。マッシュルームはですね、ちょっとね、ちょっとでかいので、こんな感じですね、ぐしゃぐしゃにしていきます、はい、ね、クラッシュしていきますね、はい、包丁で切っていただいても全然平気なんですけど、こんな感じになりますよ。ちょっと酔っ払ってるので、みじん切りがちょっと危ないので、文明の利器を使いましょうね、はい、ブンブンチョッパー。こいつらをみじん切りにしていきます。これね、ちょっとね、許容量があるので、マッシュルーム1パックはもう限度だと思います。これ優れもんなんですよ。いいですか。はい、で、これね、お前トン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 してあげて、お、いいじゃないですか。粉々になってますよね。チョッパーもう少しやっていきます。細かくなったと思いません？これ、まあ、ここまで細かくするのがポイントです。かなり細かくなるんですね。細かければ細かいほどこのスープは美味しいです。フライパンの中に、じゃあ、ドーンと。マッシュルーム残ってんすけど、さっきの、玉ねぎも入れちゃいます。洗わなくていいですからね。玉ねぎだと一緒ですね。さっきのフライパンに合わせていきますね。このスープは雑でもできます。これから炒めていきたいと思います。バター 10g です。塩コショウも入れましょうね。今日はね、大体2つのみぐらいですかね。こんな作り方でもう大丈夫。最終的に出来上がるものは全部美味しいのでね、バターを溶かしながら全体を炒めていきます。芳醇な香りがね、この誘惑に負けてしまう。あー、そんないけない、そんないけないよ。ここぐらいまでなったら、まあ、火はね、ちょっと弱めてもらいますね。中火ぐらいでね。マッシュルームってね、香りがね、一番特徴的なんですよ。すっごくいい香りするんですよ。これぐらい、炒まってきたら、マッシュルーム豆乳を入れます。まとめて小さじ1と半分を入れますね。ほんとうまいからね。数分煮ます。この状態でね、豆乳を使うとね、煮るとね、とろみが出てくるんでね、それが狙いでございます。中火で、5分ぐらい煮ましょうか。たまにね、かき混ぜながらね、やってあげてください。とろみがついてきます。でですね、今中火で4分ちょいぐらいですね。かなりとろみがついてきたの分かりますか。こんな感じでね、こんな感じでとろみがついたら火はよね、ちょっと弱めます。弱めて、もう少しお塩振っていきます。胡椒ですね。僕はブラックペッパー使うんですけども、別に普通のテーブル胡椒とかでも大丈夫です。いい具合にとろみがつくと、このマッシュルーム粒がすごくね、見えてくるようになるんです。こんな感じで最初より。マッシュルームのスープはもうこちらで、バッチリ。これはね、まあ軽く、2人分ぐらいあります。はい、パスタ絡めてもものっそりうまいんですけど、その時はもう少しね、味をね、強めにしてあげてください、ね。パセリを、少しこの辺りに。マッシュルームクリームスープの完成でございます。はい、ではですね、早速できましたので食べていきたいと思います。いただきます。とろとろですね、これね。これぐらいとろとろです。いただきます。赤ワインと合う。非常に美味しいです。スープなんですけど、ソースめちゃめちゃ濃厚です。牛乳も使ってないし、豆乳と少量のバターなんですよ、これね。マッシュルームってものすごいね、旨味を蓄えてるんですよ。パスタソースにしても最高ですよ。美味しい。
スープだけで終わらすのはもったいないの で半量余ってるので今からパスタにします。あまりにも美味しかったので僕ちょっとパスタ食べたくなっちゃったのでパスタ作っていきたいと思います。まずフライパンにベーコン 40g ぐらい、小さじ2ぐらいかな。あーボンジュール、そんなにカリカリにしなくてもいい。茹でたパスタをここに入れていきます。でここにさっき作ったマッシュルームスープの半分半量入れていきます。少しね火を入れて、パスタによく絡んだ方が美味しいのでこんな感じで、少しコンソメかな、飛ばしすぎると硬いパスタになっちゃう。お好みでもっと濃厚なのが好きな方はバターと加えても大丈夫。ブラックペッパーかけてあげた方がいいと思います。はい、ちょっとね、クリーミーな、パスタになってますよね。マッシュルームクリームソースパスタの完成でございます。濃厚だよ。食べます。もう腹減った、食欲がかかってる。うますぎる。やっぱりね、パスタにもめっちゃ合います。煮込まれたマッシュルームはすっごくいい香りしますね。じゃあスープとしていただいても、トパスタに絡めていただいても、あとねリゾットも美味しいと思います。ご飯入れてね、はい、それで炊いたご飯で大丈夫です。ほんのすごい美味しい。ぜひぜひ試してみてください。はい、ということでね、今回のお料理どうだったかな。僕はとっても美味しかったよ。今日の料理作ってみたいなと思ったみんな、やってみたいなと思ったみんな、チャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。